秀吉は賤ヶ岳で勝家を倒し、利家を味方とした。名実ともに天下に一番近い男となった。秀吉に対抗できる力を持つ大名は三河、駿河など五カ国を擁す徳川家康のみだった。そんな家康に織田信長の次男信雄が接近。 両者は共に挙兵し、秀吉と交戦状態に入った。秀吉は小牧・長久手の地で家康と対峙した。秀吉と家康、天下の領有の初対決の行方はいかに。 義継、お前さんの忠心は疑いようがない。じゃがちーと確認したいことがあってな。徳川陣営にいる藤堂高虎、やつとお前さんが通じているという話があってな。高虎から啓宛にこんな書状が来ている。 これは全く覚えがありません。信じていただきたい。秀吉様、その書状を私にも拝見させてください。お前何すんだ。これは、 ついうっかり申し訳ありません。いかなる処分も受けまする。疑いの種が灰になってまったらしょうがないわ。義継、三成、もうええぞ。この儀はこれまでじゃ。 決してお前を助けたかったわけではない。決戦を前に 味方の士気が下がるのを恐れただけだ。<笑>トシエ、よう参陣してくれた。俺はおじきとお前に二度救われてんだ。織田に帰参する時、そして賤ヶ岳の時、 二人とも俺を命がけで救ってくれた。んで結局おじきには腹切らせちまった。本当ならおじきを追っかけてくれだ。でもそれだけは絶対やっちゃいけねえ。俺はおじきに生かされた。俺はおじきの分まで生きて戦わなきゃなんねえんだ。 おじきの思い背負って生きていかなきゃなんねえんだ。それに俺にはまだ恩人が残ってる。大切な友が残ってる。だから俺はお前のために戦う。鬼柴田が軍の魂持ってる。ただ
お前の前の敵を撃つ。そうか、わかった。お前の仁義思う存分貫け。わしと共に新しい世の中作ろうや。ああ、任せとけ秀吉。家康のやつぶっ倒してお前を絶対天下人にしてやんぜ。でよ、作り上げた世の中見せつけてやるんだ。日の元のどっかでぶらついてるもう一人の恩人にな。わしは学伝城、イエス殿は小牧山城。不毛な睨み合い、ここらで打開せね。三成、こっそり小畑城を制圧せ。あの城からイエス殿の本国三河を襲うんじゃ。注意をこちらに引きつけるで。敵は国軍に兵を集中させる。小牧山城と信雄殿のこと頼んだぞ。あ、受けたまわった。速やかに南東の砦を落とし、小畑城に迫る。これだけ暴れれば、僕らの目も動くじゃん。三成もだいぶ攻めやすくなったはずじゃ。秀吉様、見事なお働きです。しゃっかりしてんな、秀吉。敵将、撃ち取ったな。この砦を制圧すれば、小畑城は裸同然。この戦、激戦は必至。楽伝城を守る秀次様の敗走には注意されたし。勢いのまま小畑城を落とす。小畑城周辺の敵はあらかた片付いたよ。秀吉殿とは無理つき、互いに手の内は知り尽くしだが、ここで俺が粘れば秀吉様は別の策を講じることができる。真理通す。小畑城に家康殿が現れたじゃと。死ぬことは小牧山城は手薄じゃな。三成が粘った間に小牧山城を落とす。その後小畑城に急行するで。開門。
持ちこたえよとのこと。分かった。死しても役目は果たすと伝えてくれ。俺は三つの野菜だ。我が隊だけでも救援は難しい。他の者まで巻き込んで俺を救いに来る。お前の怒りにバカだ。何？一旦所業を回してしまうだけにはかなわぬさ。見事なお働きです。よし、本体はこの小牧山城を狙っている。ここで拙者が粘れば今の戦も楽になる。今城内に入り込んだか。信勝、安全な場所に控えよ。家康がおらぬ今、わしが小牧山城の城主大人ぞ。忠勝とまともにやり合う必要はない。信勝をサクッと倒して城を奪うんじゃ。学年上が落ちれば命
秀吉殿は退路を失う。ここで討ち取る。やってやるぜ。こともできようぞ。現状三つなりだ。別荘隊の方が学殿城に近い。別荘隊を急ぎ学殿城に戻るんじゃ。本隊はそのまま小畑城に突撃する。家康殿撃破し勝利を引き寄せるんじゃ。大名は多いが、世の英雄はやはりこの二人か。ここは連れ！あなた開ける！徳川四天王が一人、榊原康政剣山！学殿城へは行かせん！その功、見事と言えましょう。うひょー！また手柄を上げてまったわ。かなう相手ではなかったか。わしこそ、天下無双の知恵者なんさ。秀吉様と家康は互いに認め合っている。そして互いに競っている。天下人の座。初めから家康の狙いは秀吉様のお命。そのために侍女や配下をおとりに使ったか。秀吉の天下なんて俺は認めん。開門。ただいま
小牧山城を守るべきだ。必ず処罰を受ける所存。余裕さの奴らお主の奮闘のおかげで秀吉殿に任せられた。この前秀吉殿にはもう一泡吹いていただく。この戦い二度は策を取らず、さあ参られ。真理通せ。重き荷を背負う身、負けられぬ。顔を洗って出直してけ。から見事いつかまた会いがけ。敵将撃ち取った。ふぅ、なんとか勝てたわ。やはり家康殿は強い。恐ろしいほどに。いやあ、家康殿はお強い。このまま戦を続けたら共倒れになってまうわ。どうじゃ、ここは一つ壊はせんか。そのために単身参られたと。家康殿、頼む。お前さんがここで折れてくれりゃ五年で天下を統一できる。じゃが折れてくれなんだら倍かかる。それじゃ長すぎる。わしの身が持たんわ。真に強きは秀吉殿よ。敵陣に乗り込み心根を晒す、私には到底できません。戦なき太平のため講和をお受けいたす。家康殿、かたじけない。天下人の重圧っちゅうは尋常じゃねえわ。わしが死んだら家康殿はこの重圧を一人で背負うやもしれん。あ